早速抜粋していきたいと思います。キミもミラミちゃんも検証していきますよ。全然違うね。毎度ワイン三昧竹前です。今回はフランスの高級白ワインモンラッシェとムルソーを飲み比べしたいと思います。イエーイ。はい、モンラッシェムルソーといったらね、もう超高級な白ワイン2大巨頭ですよ。うん、でどっちもお値段が安いもので1万円ぐらいで、高いと20万とか30万とか何百万っていうものもあるから、ワイン会とか行ってもね2本が並ぶことってないんですよ。今回はムルソー、今回はモンラッシェみたいな感じで、だから実際味わいってどう違うんだろう。同じシャルドネでね、すごい近くの生産地で作られる白ワインだけどどう違うのって結構ねワイン好きの皆さん思われると思うので、実際にね今日は2本用意しましたので、同じ生産者同じヴィンテージのモンラッシェじゃなくてピュリニーモンラッシェなんですけど、ピュリニーモンラッシェとムルソーを飲み比べしていきたいと思います。じゃあ2つの生産地の概要からまず話していくと、フランスブルゴン地方の中にあるコートドール県の中のコートドボール地区にある村の名前です。はい、このワインは村の名前なんですね。じゃあピュリニーモンラッシェから、はい、ご紹介していきます。ピュリニーモンラッシェっていうのはハゲ山、土壌が石灰でブドウ以外の作物って育たないんですって。まあそういう村なんですよね。でこの中には、まあ、グランクリューっていう特級畑が4つ、でプルミエクリューっていう1級畑が17個で、もうブルゴーニュの中でもかなりね屈指のアペラシオなわけなんですよ。で一般的なピュリニーモンラッシェとかモンラッシェの味わいは繊細な酸とか豊かな酸、ミネラル感があると表現されていますね。では続きましてムルソーのご紹介していきます。でムルソーはピュリニーモンラッシェ村のすぐ北にあるんですね。で土壌も同じく石灰なんですけど、面白いのがムルソーの方には特級畑がなくって、一番いいクラスで一級畑、他はまあ村名クラスっていうワインになるんですけれども、まあ、そんなねこう格は下なんだけど、お値段が10万とか20万とかしちゃうのがあるんですよ。高いよね。ねえ、すごいな、ね、白ワインで10万とか買いますか？私は買いません。はい、でムルソーの一般的な味わいはバターとか樽由来の濃厚さとか力強いとか、最高級の力強い白ワインが飲みたければムルソーって言われるぐらいなんですよね。で樽由来のこう色味も白ワインにこう影響されてつくから、金色の白ワインとか黄金の雫なんて言われたりしています。ということでね、今日は同じ作り手オリビエルフレーヴ2019年のピュリニーモンラッシェとムルソーピーが用意してくれたので、早速抜粋していきたいと思います。でね、本当はね同じサイズが良かったんだけど、ネットで買ったら間違っちゃったんだよね。勉強しましょうよ。そうこれ結構ね皆さんにもねちゃんとお伝えしたいんですけど、こうネットで探すとねたまにねヴィンテージが書いてないことがあったりとかね、P みたいに間違えちゃうこともあるかもしれないから気をつけてくださいね。じゃあオリビエルフレーヴについてお話ししていきたいんですけど、ドメーヌルフレーヴっていうとっても有名な生産者がいて、その方の、まあ、親戚のオリビエルフレーヴっていう方が1984年に設立したんですよね。で自分の畑も持ってんだけど、まあすごい信頼してる契約栽培農家さんからブドウを買い付けて、それでワインも作っているっていう、そんな作り手ですね。契約農家さんの畑に実際に足を運んで、こうやって栽培してくれとか、収穫はこの日にしてくれとね、なんか自分の畑同様にねこうおせっかいじゃないけど指摘して、まあ、質のいいブドウを使ったワインを作ってると、そういうことでございます。本当なのか、迷惑買ってるだけのことだね。でもいい値段で買ってくれんじゃない、その分。やっぱね結構生産者と契約農家さんの関係性ってね大切だからね。でオリビエルフレーヴは2006年にイギリスのデキャンター誌で世界で最も優秀な白ワイン生産者に選出されてるんだよね。で毎年こう安定的な質を保ったワインを作ってるから、一流ホテルとかレストランとかでももう指名買いされるような人気ぶりの作り手でございます。結構さ、ピーもオリビエルフレーヴ飲むって言ってなかった？いや結構買ってる、だから今回ねパワーの在庫があったんだけど。よかったね、在庫あって本当にすごいね、よくあったね。え、じゃあピュリニーモンラッシェとかもあったの？たまたまムルソーがあったの？うん、ムルソーとシャサーニ。シャサーニ、あー、シャサーニモンラッシェっていうのがね、ピュリニーモンラッシェのまたすぐ南にある村の名前なんですけど、モンラッシェがいっぱいついてる、大変ですね。はい、あいたー。はい、じゃあピーもミラミちゃんも検証していきますよ。乾杯。乾杯。乾杯って言っていいのかな。こっちがムルソー、こっちがピュリニーモンラッシェ。ムルソーの方がちょっと色味がしっかりしてるね。濃い。そう、濃い。ほとんど違くなくなる。そう思ってるだけかな。
確かにほとんど変わんないね。レンズ越しだと一緒だね。あ、レンズ越し一緒。そっか、じゃあ香りからまずはピリニーモンラッシュ。あ、いい香りする。なんか本当熟成した白に言うんだけど、メロンとかそういうなんか甘やかな感じがするね。華やか、すごい。あ、ちなみにピリニーモンラッシュがいくらでした？9800円。いいワインですね。で、こっち、はい、ムルソー。ムルソーさ、あんまり香りしなくない？そんだけピリニーモンラッシュが香り高いってことなのかな。ピリニー口に含むと、まだ行ってないから飲んでみます。で、ムルソーの方が元々買ってた2018年は8800円。エノタカさんね。そう、今回は2019年に揃えました。じゃあ、はい、ピリニーモンラッシュから行ってみようかな。なんか豊かな酸、本物の酸っていう一般的な表現がそのまんまわかるわ、うん、なんか酸っぱいってイメージあるの、酸って言葉自体が、うんうん、そういう酸っぱさじゃないの。え、そうだね、なんかキーンってくる酸じゃないの。なんかこう包み込んでくるような酸じゃない、うん、あー、すごい美味しい。だってピュリニーモンラッシェってね、ムラメイクラスだからね、もっと高いものはめっちゃ高いし。ちなみに私が一番感動したピュリニーモンラッシェ村のワインはグランクリューの時畑のシュバリエモンラッシェ2006年ミシェル・コラン・ドレゼですね。あれもやっぱすごいミネラルがしっかりで骨太な感じがした。なんかね、この子はすごい親しみやすいけど、もっと厳格な感じがしたんだよね。いや、美味しいこんな表現でいいのかあれだけど。P どうですか、ピュリニーモンラッシェ。いいね、さすが高いよ高いよね。いや、普通に高いよ。自分じゃあんま買えないもん。まあでも今こんなもんか。ちょっと高くなってるもんね。ねえ、そうだね。3,900円。ふうって感じだね、ほんとに。じゃ続きまして、ムルソー。こういうね、やっぱりね、ちょっとタイトめな感じというか、あんまりわかんないんだけど。うん、濃厚だね。そう、全然違うね。全然違うね。こっちの方が余韻長くない？うん、そうだね。あと酸もこう厚くて、ずっとこうその厚みが口の中で残っていく感じで、やっぱ樽由来からなのか、バター感、オイリー感っていうのがすごい伝わる。あれ？私結構ムルソーってタイトなミネラルなイメージがあったのよ。ネットなんかではそのバタークッキーとか書かれてるけど、オリオも美味しいわ。どっちも美味しいって言っちゃってるけど大丈夫かな。みなみちゃんはどう思った？私圧倒的にムルソーが好きだな。ねっとりした感じ。確かにねっとりしたっていうのがすごいわかるわ。2019年って結構最近だからね。いい年、うん、いい年。干ばつがあったから雨が降らなかったから実になった数が少ないみたいで、他の年に比べるとちょっとで収量が減っちゃったみたいだからね、高いと思う。うん、あとこうちゃんと恥じずみのバランスがいい年と私は勉強しております。うん、そうね。でもまあ確かに前飲んで感動したムルソーも古酒釣りの2000年だったわけなんですが、バタークッキー感すごかった。もっともっとすごかった。古酒釣りのムルソーとかも曲が何十倍も違うでしょ何万、あの、ね、5万と何十万ぐらい。え、そう、私飲んだワイン基本的に全部値段調べてるんだけど、2000年ヴィンテージがもう出てこなくって、多分うん20万は超えてるんじゃないのかなって思うけど、美味しかったっすよね。ピュリニーモンラッシェは美味しいけど、やっぱ群を抜いてモンラッシェが突き抜けてるからさ。そうだね、別物だよね。そう、ピュリニーモンラッシェ村の中にある本当にグランクリューの中の1個なんだけど、もう別格なの。それだけなんか神様みたいな、ゴッドみたいな存在がモンラッシェだよね。だから今回モンラッシェって言いつつピュリニーモンラッシェなんだけど、うん、ちょっと怒んないでくださいね、長者の方にうん、そうですね。いつも話とか聞いててがっかりする方なんだよ。モンラッシェ飲んだよ。あ、そうね、そうね、そうね。確かに確かに確かに。そう、名前がシンプルなものがいいとされてるから、ワイン業界では。だからなんとかモンラッシェって作るのじゃなくって、モンラッシェは全然違うものだから、みんな勝手に訳しちゃダメですからね。なんかシュバリエモンラッシェとかね、クリオバタルモンラッシェとか、なんかいろいろなんとかモンラッシェあるけれども、やっぱモンラッシェ別格。ちょっとざっくりなんですね。でも別に、まあ、モンラッシェもピルニーモンラッシェ村の中にも、そうです、ピルニーモンラッシェ村とシュサーニモンラッシェ村の間にまたがってる畑みたいなもの。
本当意味が分かんないよね。本当にね、最初勉強したての方は嫌になっちゃうと思う。なんでまたがってんねんみたいな。またね、その村同士でもちょっと違うみたいなね、もんなしがって言われていますけれども、はい。これあれかな、ムルソーとフィルニモラシェの裏由来、土壌由来の違いなのか、作り方の違いなのか。そうね、土壌由来っていうよりかは、多分オリビエルフレームが、まあ、ムルソーはこんな感じっていう、ムルソーといったらこういう味わいを求めてるっていう作り方をしてるんじゃないかなって思う。このバター感があるような、こってりした感じ。そう、結構ね、ムルソー私のイメージはタイトな酸とかだったから、やっぱそれは作り手によってこういうムルソーが作りたいって人によって違うと思うんだよね。だからオリーブエールフレームはバター感を出すムルソーの作り方。アメリカ人が好きなんでしょ。そう、アメリカ人が美味しいシャルドネ、フランスのシャルドネはないのかって探してて、モンナッシュは高すぎるからもうちょっと低コストの美味しいやつで探してたらムルソー見つけたの。すごいなんかバター感がしっかりで、めっちゃうちらが好きな味やんけっていうのが50年前っていう。そんな感じでございました。アメリカ人バカにしてるよしてないよ。でもやっぱさ、ね、味濃いもの多いじゃんね。ハンバーガーとハンバーガーとムルソーいいかもしんないね。誰かグラコロと本当にモンラッシュとか合わせてる人いたって言ってたよ。グラコロってマックのそう、マックのマックのグラコロ。でも相性いいらしいから、うん、そういうこと言いたいだけでしょ。上から下までわかんないよ。あ、なるほどね。モンラッシュ買えるけど、ちゃんとグラコロとか庶民的なものも食べなぜって。ピーちょっとこう、角度がもうさ、ほんと曲がってるよね。いつもそう。ひよちゃん、どっちだったの？あ、私？ムルソーの方が好き。そうなんだ。うん。なんか、この力強さいいよね。いや、なんかピュリニーモンラッシェは華やかなんだけど、なんか複雑味が足りないというか、ちょっとね、9900円もしながらね、フレッシュフルーティーっていうのは絶対ダメなんだけど、そんな感じで、うん、熟成するといいのかもしれないね、もう少しね。あ、確かに飲むタイミングがあったかもしれない。え、ピーはどっちが好き？今だったらやっぱムルソー。あ、すごい3対0でムルソー。いや、ピュリニーモンラッシェも美味しいんです。わかんない、なんか言い訳しちゃったけれども、はい、そんな感じで今回は別にどっちが好きかっていう比較をしたかったわけじゃないんだけれども、やっぱね、作り手によっていろんなムルソー、いろんなピュリニーモンナッシェ、モンナッシェがあると思うので、まあ、今日は一つの意見として皆さんも捉えていただければいいかなと思います。はい、ぜひ飲み比べ楽しいのでやってみてください。はい、ではここでいきなりですがクイズです。はい、1万円以下で、ね、私がめっちゃ美味しい、めっちゃコスパだって思ったピュリニーモンナッシェ村かムルソー村かのワインがあります。それはどちらの村の何でしょうか。答えは概要欄の URL か動画内の、はい、QR コードで読み取っていただいて、で LINE 登録すると答えが届きます。で、他にもワイン三昧公式 LINE では私のね、こう近況報告だったりとか、結構ナウい話だったり、酔っ払い動画とか楽しいのをお送りしてますので、登録して損ないです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。